競馬？アメリカって競馬あるんだ。かけるか。それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって。俺が 100% 保証してやるよ。間違いねえだ。わかった、乗るよ。よし、来た。なあ、後悔させねえって。たく、何なんだ。人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに檻についてくんな。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ。あ、これいいんだ。最近のサイバーライフってのは気が利くねえ。お待ちの。1680カロリー。まあ、ありがとうよ、腹ペコだ。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべったりなんだ。自殺やん。お。な。ペドロって男はあなたを違法賭博に誘っていた。そうですか。ああ。かけたんですか。ああ。その食事のカロリーは1日の推奨摂取量の 1.4 倍ですよ。それにコレステロールが2倍です。おすすめできません。どうせいつかは死ぬんだ。あ、これいいんだ。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。わかる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介なもんじゃ。俺たちはそう違わないのかもな。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にぞれたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。じゃあ失敗だな。これ聞いていいのかな。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんです。いろいろ訳あるでね。前も変異体の操作を。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてるんだろう。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。だから何だってんだ。
あなたはベテランの刑事ですし、信用を得たいと思っています。協力し合えば必ず事件を解決できるはずです。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか？それではごゆっくり。私は車で待っています。おいコナ、バッテリーでも切れたか？すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか？いえ、行きます。で、男の情報は？あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。ああ、空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠す。した男の目撃情報があります。まったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられるか？お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか？目を閉じるだけで？そうです。へえ、便利なもんだな。すみません、開けろ、デトロイト死刑だ。え、そんな感じ？下がってろ。はい。いきなりそんな感じ？これなんか重要そうだね、レッドアイスはね。なんなんだこりゃ。ちこ、ああ、たくひでえ匂いだ、畜生。とんだ無駄足みたいだな、もぬけの殻だ。偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。Okay.
お手がかりあるの。RT、イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル。幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。ああ、レッドアイスか、これが。息が詰まるぜ。シンクに LED が。あ、やっぱりな、そりゃそうだろ。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。レッドアイスではないのか。RA9。 これはどういう意味だ。 RA9 2471 箇所も壁に書かれています。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。そういうことね。リビングにいるってことじゃん。さあ、鳩多すぎ、鳩多すぎ。そういえばタグって書いてあったっけ。変わってる。ツイートするか。デトロイト、
なるほどね。で優秀すぎるなこいつマジで。いやちょっと待って、まだ早いな、まだなんかあるはず。紙の本で、俺以外にもこんなの持ってる奴がいたとはな。ああ、電子書籍ってやつは紙の匂いも嗅げねえ。それにページも色褪せないだろ。お前には理解できないんだろうな。なんかあったか。ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。あそこに容疑者がいるのはもう分かってるから、先こっちだな。入れない。ここはさっき来たか。あ、オッケーオッケー、じゃあもういいんだな。まだなんか、もういいか。よし、たく本当にムカつく鳩だぜ。何ボケっとしてる、やつを追え。どこ行った。逃げられました。ああくそ、畜生、捕まえられたのに。まあいいぞ。
気にすんな。面は割れてんだ。捕まるだろう。さあ、ほら行くぞ。もう野菜は見飽きたからな。ありえないことです。失敗はプログラムにありません。なあ、お前はミスしたんだよ。人間みたいにな。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺はジョッシュ。サイモンだ。ノースよ。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたんだ。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。俺たちが自由に暮らせる場所はジェリコを探す。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人。他の人は逃亡中に損傷した。みんなジェリコを目指すけれどたどり着けないんだ。残酷な人間たちのせいで。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。僕は希望を求めてジェリコに来た。でもここに希望なんて存在しない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。僕、ひどい状態だろう。診断プログラムもう動かない。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか。車の後ろに縛り付けられて、人間の暇つぶしさ。シャットダウンするの嫌だ。死にたくない。死ぬことを怖がっている。死んだ後はどうなるの。さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬ。マジで
あなたの身も。マーカス。会えてよかったわ、マーカス。これデータをもらったのか。子供もいるんか、これ。いらなくなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。あれない。いつからここに？4週間と3日と11時間。逃げた時行く当てがなくてね。ジェリコに来るのが一番かなって。一体誰がここ？今じゃ誰も知らない。誰であれ、この船のどこかに眠ってるんじゃない？みんなかなりひどい状態だ。人間に逆らうとこうなるのよ。見下して受け入れようともしない。安らぎが欲しいならよそに行けば。もう会話できねえんか。そっか。これ上行けねえんか。
ルーシーってどこだ。こいつか。あなたがルーシー。うわうわうわ。見せて。ピンポッチャマ。なんで？あ、まああれか、材料だもんねこれね。ブルーブラッドか。私たちの運命はあなたの手の中に。そんな重要なキャラなんだこいつ。サイモン、修理に部品が必要なんだ。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろ。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めば。無謀にも程があるだろ。かもな。でも何もしないよりはマシだろ。やりましょう。試す価値はある。わかった。やろう。このルート以外ねえんだな。このルート以外ないよね、もうね。うん。てかずっと11月6日じゃない？あ、5日だったか、この間。大丈夫？きっと助けてくれる。すぐに嫌なことも忘れられるはず。着いたわ。
ズラトコさんですか。どんな名前だよ。何の用だ。助けてもらえませんか。何の話かわからん。さあ帰ってくれ。悪いな。待って、お願い助けて。入れ。女の子見て態度変わったぞ。さあ入って、遠慮はいらん。ズラトコ、信用できるやつなのかなこいつ。ルーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。ああ大丈夫だよ、怖がらないで。いやルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きい。こいつが狂ったら終わりじゃん。一人だと寂しいからな。さあくつろぐといい。なんでこのカーラーの行くとこ行くとこやべえやつがいるんだろうな。私のことは誰から。通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど、うん、変異体か。その子はボタン開けすぎじゃない。人間です。で、安全な場所に行きたいのか。人生をやり直せる場所だろう。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし、空気も新鮮で土地も広い。アンドロイド法もないしな。心機一転にはもってこいだ。ええ、そういう場所に行きたくって。だろうな。手助けはできる。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー？ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら、来なさい。ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。そうか。こっちだ。必要なものは地下に。いや、私ここ嫌い。あの人もきっと良くないことが起こるよ。人だけどきっと信用できる。それにこうするしかないの。散らかってて悪いな。機械を隠しておかなきゃならないんでね。トラッカーを取り外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。その子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか、おいでアリス。さあほらこっちだ。うん、なんでついてきたのあいつ。それじゃあそこに立ってくれるかな。
先に言っておくが、少々痛むぞ。不思議というか、どういうわけかは知らんが、トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだつまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。ああでもさっき、ああ人は疑うということを知らん。変異体は実に無知なやつばかりだ。お前らは皆俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて嫌。やめて。カーラ。ガキがいたんだったな。忘れてた。ああ、閉じ込めとけ。そいつは後だ。アリス。アリス、いや。おお、母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが愚かだ。さあ苦しみから解放してやろう。どうにもできないのかこれ。ってやつは厄介だ。どうにもできないのか。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直記憶も感情もない方がマシってやつさ。苦しみもない、希望が裏切られることもな。羨ましいくらいさ。カーラああかわいそうなアリス。ああママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。すっかり忘れちゃったみたいだな。カーラねえどうしたの。ああほらこっちに来い。噛みやがったな。それじゃあたっぷりお仕置きをしてやらんとな。カーラ起きて。カーラリビングに来るんだ。どうやって？どうやって？なんで？まだ時間あってん。これは嫌だ。
やり直せないのこれ。やり直せないのこれ。ダメな。はあ？どんなゲームだよ。思い出してカーラ、あの子のためにも。俺たちをもてあそんで化け物を作り憂さ晴らししてるんだよ。でも奴こそ化け物だ。俺たちにこんなことして、やば。死んでしまう。やっぱズラやん。肖像がめちゃくちゃハゲてる。ここは大事に行きたい。負けていいんかな。ご主人様の食事だ。あ？持っていけ。どこ？はい、ルーサー。ルーサーどこにいんだよ。食事しょぼくね。これであそこまで太るってすごいな。
ここが空とこ。これ外か。なんか思い出せ、なんか思い出せ。ダメか。ってことは2階か。あそこのテーブルの上に置いておけ。うわ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 。こいつはマジで殺す選択肢あったら絶対に殺します。選択肢くれー、選択肢くれー。おい、聞いてたのか。はい、ご主人様。ルーサー、ルーサー、お呼びですか。 あと10分もすればここも片付く。そしたらガキをどこか決めるぞ。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。やべやべ、急かされてるよ。急がないと。マジこのミッションはちゃんとクリアして。急げ。来た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 。いいね。他何やんだ。ここか。ここで何している。ご主人様が許可したのか。ご主人様には逆らうな。何をしている。傷つけるつもりか。いや、いや、そんなはずはない。あなた女の子を見かけてない。人間の子供か。いや、いや、あ、私は見ていない。電源を落とさなければ黙っててくれる。あ、よし、黙ってると約束する。このままにしてくれ。いや、これやっちゃいましょう。危ないんで。優先すべきはアリス。
いい武器ゲットじゃん。あ、違うの。今朝発生したアンドロイドの逃亡事件にデトロイト住民の不安が募っています。これはマジどうでもいいな。急げ。違う、こっちだ。マジか。これ読んでる暇ねえな。けど一応読むわ。これこれ、なんでそんなことある。弾くれ。ちょっと待てよ。ここ行った、あそこだ。あとはいや、待て、大仕事が残ってる。殺すぞ、あいつは、絶対に。俺は逃げない。なんで丸押してるじゃん。ちょっと丸押したやん。弾持ってるし、あいつだけ。ここは絶対ミスれねえ。絶対ミスれない。ここはどこがアドベンチャーゲームだこれ。そんなバカな。
行くの、急いで。いや時間の問題、時間の問題。どうするどうする。言っただろう、夢ってやつは厄介だってな。よくお逆らい。行け、ブイトリが引け。え、何してんだ神。早くそこどけ。いいえ、どきません。神、さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやるぞ。はっ。おい、何しやがんだ。どういうつもりだ。これは言った、積んだ。なんでここに、誰が出した。積んだ。こっちに来る。おい、やめろ。従え、俺はお前のご主人様だぞ。最高、最高です。え、てかここでさ、カーラ死ぬっていうことってあんの。ちなみにここでカーラ死ぬってあんの。あるんだ。うわー、それは本当にすまなかった。それは悲しすぎる。俺はあいつの言いなりだったんだ。その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。やっと目が覚めたんだよ。いいやつ。あんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。俺も一緒に行こう。俺がお前とその子を守ってやる。わかった、信じるわ。無事で本当によかった。いや嬉しい、ここをちゃんとクリアできたのはマジで嬉しい。97% じゃん。 97% じゃねえか。カールが初期化 55%。 あ、いくつかで記憶が戻るのか。なるほど。で、アリスを見つけた。ここは 98% なんだね。この後だよね。あ、まあ、これいろいろな分岐あるんだね、これ。あ、見つからないがあるんだ。見つからないがあるんだ。すんげ。この辺は多分バッドエンドだろうな。結果でも一番良かったんじゃないのこれ。よし、じゃあまあとりあえず今日はここまでということで。